昔一人の女の子がいて、母親に7年も会っていませんでした。母親の元へ帰ることになった女の子は、森の中で狼に出会い、ピンの道と針の道のうちどちらから行くのかと聞かれました。女の子がピンの道を行くと答えると、自分は針の道を急ぎ、女の子の母親を食べてしまいました。で、ピンの道を通って家へ帰った女の子はどうなったんだい？人と関わりを持った獣の物語には必ず不幸な結末が訪れる。このまま二人でどこか遠くへ行っちゃおうか。我々は犬の皮をかぶった人間じゃない、人の皮をかぶった狼なのさ。人？狼？獣としての宿命を背負った男と愛を夢見た女の物語。母さん、なんて大きな爪なの？母さん、なんて大きな歯をしてるの？映画、人狼。